ねえ、これ間抜けすぎない？間抜けだから犯罪に走るんだろ。犯罪なんてその後を考えたら割に合わない。そう考えることもできない愚者でなければ行わない行為が犯罪だ。坊ちゃま、ナイトへの昇格おめでとうございます。私嬉しくて。小林さん、顔が人にお見せできない状態になってるよ。あと坊ちゃまはやめてって前も言ったよね。ケイト様の成長は喜ばしいことですが、坊ちゃんともう呼ばせてもらえないんですね。他に人がいない時なら時々いいよ。結構そう呼ばれるの恥ずかしいんだよ。ケイト様が優しい。旦那様に成長をご報告いたしますね。いや、そんなことまで報告しないでよ。いえ、旦那様からは些細なことでも伝えるよう言いつかっておりますので。絶対言わないで。じゃあ学校行ってきます。行ってらっしゃいませ、ケイト様。お待たせしました。パンケーキとカフェラテになります。素敵なあなたのティータイムのお供にどうぞ。おっと失礼。はい、こちらエドガーです。早速お話をお伺いしましょうか。で、締め切り明けの俺を起こして依頼者の話を聞けと。当たり前だろ。俺助手、お前探偵。話を聞くならどっちがいい？どう考えても探偵の俺だ。京太郎は推理からっきしだから質問ポイントを外す。からっきしって、それはひどくない？俺割と有能よ。コーヒーの入れ方はな。ちょ、それ以外も有能でしょう。聞き込みとか張り込みとか。うるさい。そろそろ依頼人の来る時間だ。じゃあまとめるな。依頼人は某有名パティスリーオーナー。盗まれたレシピを取り戻してほしいという依頼。続けろ。昨夜、事務所の金庫からレシピ集が盗まれた。犯人はおそらくとある大手製菓会社。2ヶ月前、一番人気のフィナンシェのレシピの譲渡を断った後、嫌がらせや事務所への侵入形跡があったとのこと。当然警察は動いている。ところがね、パティスリーのオーナーが大ごとにしたくないって通報はまだしてないんだ。自分で何組か探偵に依頼をして、さらに予防策を講じてたのがこの件の面白いところだな。3日に一度しか開かないジュラルミンケースにお宝を入れると、実にロマンあふれる予防策だ。そのおかげであと2日の猶予はあるってことだろ。ポジティブに考えるの大事だぞ。君の底抜けの考えなしは問題だと思うな。オーナーからもらった防犯ビデオのデータを見せろ。はいはい、これな。犯人は事務所兼休憩室のドアを開けて侵入。まずこの時点で事務所の鍵を手にできる内部の人間がいる。しかし金庫を開けるのには手間取っている。鍵は入手できるが金庫を開けるまではしない人物が怪しい。オーナーは事務所の鍵は全部揃ってたって話だ。出店以来紛失もなし。なあ、怪しい奴を探すより犯人がどこにお宝を隠してるのかの方が重要じゃない？そこにつなげるための重要なファクターが共犯者だ。バイトを含めた従業員のリストは？それならこれ、一応採用時の履歴書ももらったぜ。助手としては当然だな。ちょっとぐらい褒めろよ。ああ、偉い偉い。なんだよその棒読み。この程度で本気で褒めるわけないだろう。なるほど、わかった。共犯、もう分かったのか？ああ、このリストの中にはいないことが分かった。え？
それだとさっきアガサが言ってたことと矛盾しない？このリストは現在の従業員のだろう。ここ数ヶ月で辞めた人間に焦点を絞れ。事務所は休憩室も兼ねていると言っていただろう。おそらく休憩に入る際は責任者から借りた鍵で入っている。鍵の型を取ったか、あるいはもっと簡単に鍵の複製を作りに行ったか。ああ、そういや、あのパティスリーの近くにホームセンターなかったっけ？ホームセンターなら鍵の複製をしているブースがある。そこを当たれ。あの手の簡単なシリンダー錠なら確かベースになるやつに番号振ってあったな。事務所の鍵と同じナンバーが出た日の防犯ビデオを当たればいいわけか。分かったなら行ってこい。ナイトの俺にどこまで情報くれっか分かんねえけど、ま、行ってくるわ。ただいま。遅い。ホームセンター以外にもいっぱい行かされたからだろう。守備は上々。ホームセンターの店長を口説き落として防犯カメラ見せてもらった。女性を口説くよりうまくいったんじゃないか。レディーを口説くのは俺の生きがい。今日のは仕事。大きく違うから。そういうことにしておいてやる。理解してもらって嬉しいよ。なんで防犯カメラの残ってる限りのデータを見せてもらったところ、該当者が1名いた。その写真をオーナーに見てもらった。3ヶ月前に辞めたイートインコーナーのアルバイトとのこと。そいつ短期間で辞めただろ。何もかもお見通しマンだね。そう、3週間で辞めたって。案の定、鍵の入手のためだけに送られてきた人員か。え、アガサそこまで分かってたの？当たり前だ。安楽椅子探偵ならそれくらいできなくてどうする。安楽椅子探偵じゃなくてお布団探偵だろ。何か言ったか？いいえ、何にも。アガサに言われた通り、ホームセンターの駐車場の防犯カメラも見せてもらった。車のナンバーはこれな。所有者はどうせレシピを欲しがった会社の関係者だろ。ビンゴ。っていうか会社の営業者で登録してあったね。ねえ、これ間抜けすぎない？間抜けだから犯罪に走るんだ。犯罪なんてその後を考えたら割に合わない。そう考えることもできない愚者でなければ行わない行為が犯罪だ。相変わらず厳しい。で、どうする？車の登録先を見せろ。おい、これ。ここか。ただいま。お帰りなさいませ、ケイト様。今日は学校はいかがでしたか？無駄に疲れた。おや、何かストレスを感じるようなことがございましたか？この間の怪盗エンペラーの謎を解いてナイトに昇格したせいか、いろんな子からあのお兄さん誰とか、連絡先を教えてとか。お答えになったのですか？言うと思う？愚問でございましたね。今日のおやつの紅茶は甘い蜂蜜入りにしましょう。そうそう、それから面白そうな依頼が先ほど届きました。それってうちに指名？いえ、何組かの探偵に同時に依頼したようですが、オープンになっている依頼よりはこちらの方がケイト様向けかと。へえ、気になるね。詳細は？有名パティスリーが秘伝のレシピ集を盗まれたそうで、それを取り戻してほしいとのことです。今日のおやつはそのパティスリーの方が説明に来た時に持ってきてくださった焼き菓子です。とりあえずお茶を飲みながら話を聞こうか。はい、では少々お待ちください。うん、おいしいフィナンシェだ。こちらのクッキーもサクサクとした食感と隠し味のシナモンがなかなかよろしいかと。こんなに美味しいお菓子を作る人のためなら気合を入れないとね。さあ、推理を始めよう。明日の朝はエッグベネディクトが食べたい。オランデーズソースもサボらず作れよ。誰が朝一でんな面倒なもん作るかよ。いや、お前なら作る。うん、うまい。
はあ、仕込みの流れでつい作っちまった。今日のおやつはどら焼きが食べたい。皮はパンケーキであんこは粒あんな。はあ、今からあんこ炊けってか。そうだ、お前ならそうする。はは、めちゃくちゃうまい。畜生、レシピが気になってつい作っちまった。ところで次回予告は良かったのか。何？これ次回予告だったの？